ドーグリーゴ映画は、インドの映画のうちドーグリーゴで制作された映画を指す。パハリウッドの通称で知られている。1966年9月に、最初のドーグリーゴ白黒映画、ガンラーン・ホイン・ベイチアンが公開され、2010年8月に、ループ・サーガルが監督、アミット・チョードリーが、脚本、プロデューサーを務めたドーグリーゴ映画初のカラー映画、マイヌ・アイ・マイルディが公開された。 1999年には、シャンカール・バーンが監督、B.R.E. シャラが脚本を務めたドーグリーゴテレビ映画、シャンチロが制作された。同作は、ドゥール・ダルシャンで放送され、批評家から高い評価を得ている。クルディップ・クマールが監督した、ガンラーン・ホイン・ベイチアンは、ジャンムーのシャンカール・シアターで上映された。二千三年にはインド児童映画協会が、ドキュメンタリードラマ映画、 ヒマートを制作し、インド国際映画祭のパノラマ部門に出品された。2011年1月14日には、ジャンムーに拠点を置く NGO 団体、オブヒアンが制作した長編映画、レイキアが同地のハリシアターで上映された。同作は、シブダット・シャルマが監督を務め、インドパキスタン分離独立によって引き裂かれた家族を描いている。同年12月16日には、 ニーラムクマールプールが監督したカギー・マルズ・アーリーが公開され、同作のスタッフはドーグリー語文化振興に寄与したことでジャンムー大学から記念品が贈呈された。またジャンムーカ・シミール州教育省からも推薦されており、地域文化団体から9つの賞を授与されている。2012年9月21日にパンカジ・カジリラが監督、プロデューサーを務めたリートが公開され、 2014年2月28日には、最初の二言語映画、ギュル・グール・シャン・ガル・ファムが公開された。同日に公開された、ゲイチアンは、ラーフル・シャルマが監督を務め、ドーグリー語映画史上最大のヒットを記録した。ナショナル・フィルム・アワードには、インド憲法第8不足で定められた、公用語で制作された映画を表彰する、長編映画賞があり、その中には、 最優秀ドーグリーゴ長編映画賞も含まれている。同賞を受賞したドーグリーゴ映画は、第59回ナショナルフィルムアワードで選出された、ランジー・ブラタンの監督作品、ディル・シー・エイチ・バツヤ・コイのみである。ありがとうございます。